おそす、ちはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。みんなこの仕様知ってる？これすごくね？クリアするのはめっちゃ簡単なコースなんですけど、俺はこの仕様は知らなかった。行きましょう。わかるかな、これ。これ、わかる？わかんないかな？まだちょっとよくわかんないですよね。なんとなくわかると思うんだけど。これすごない？ちょっとずつ分かってきたよね。初期位置がさ、ちくわ一番下踏めたのがさ、踏めなくなってきたでしょ。お、あ、急に分かった。これすごくない？これで、踏むと上に行けると。この仕様知ってた？俺は全然知らなかったわ。さあ、続きましてはこちら、9月の23日にいただいたコースですね。去年の9月、もしかしたらもう10歳になってるかもしれないけど、当時9歳のアッペイくんが作ってくれたコースです。ツイッターでね、いただいたコースです。コースむずいな。これどうすればいい？まずは当てるのか。こうだね。あー、ピーが。ピーがなくなってた。P であれをかぶるんだね。よし、まあこうでいいのか。 OK。 おお、中華あったぞ。入っていいんだよね。はい。逆にこれ中間ない方がいいかもね。常にメット状態ってこと。つまり、いいのかな、こっちで。なんか違う気もするけど、まあまあ。ここかな？やばい！ですよねー。だ、どう思ったらしいの？ベスト！オッケー、やっとここまで来れたぜ。下？違うな、三段ジャンプっぽい。ほっ。え？ヒップか。で、持って、こう。かぶって、三段ジャンプでオッケー。これをさ、小学3年生が作ったんだぜ。すごくね。俺、小学3年生の時、野球しかしてなかったぞ。すげえな、ほんとに。あん時の俺、絶対こんなコース作れないよ。スーパー小学生がいたもんだなぁ。ほっ。わざと時間を遅らせて、OK。OK。で、入って、ちょい。このさ、作りもすごいじゃん、だって。はっ。いいの？サンダリ、あ、オッケー。これはなかなか作れねえぜ。あぶねえ、これ上行ったら死亡だ。落つやつだわ。あの右の土管めっちゃ気になる。オッケー。あー、これなんかあったらやだな、死の。死ぬ可能性がある。やめとこう。オッケー。バーグショーケース。スプリングシアル。こうするとなんかある。あ、これか。これ見たことあるわ。なんかできるよね、これね。これは知ってたわ。結構昔のコースかな、じゃあ、これは。足す。こう持って、こう持って、こう。よし、来たー。3、2、1、ゴール。嘘！ちょよし、来た。これでどうだ？これも結構早かったぞ。あー、わかった、これ。間に合わない理由。あー、間に合ったわ。キノコ取るから間に合わないんだと思ったら、違うんだ。はい、9月の23日にいただいたコースですね。これは迷宮土管系。
ドカンガドカン。ズバババババーンみたいだな。いきましょう。ドカンガドッカン。キノコをいただけると。入れません。入れます。入れた。食らった。落ちた。試しにちょっとこっち行ってみようか。でも土管入ってるからね、同じような感じに作っただけだよね。このバネ使えばあの上行けるよな、でも多分。あ、ギリギリ行けねえ。キノコを取って、これどこに行かなきゃいけないっていうのが多分決まってるんだよね。これは入れないのか。一個ずつとりあえず確認していくしかないな。これは入れたね。とりあえず表側のゴールガール側の土管を確認していこう。そこにリンクするのか。これも入れちゃうのか。あ、これあれですね、新しいとこ来ましたよね。裏面な、これ落ち着いて食らって、あ、やっぱキノコなんですね。了解した。もう一回土管入んないとゴールはできない。でもって、この二面側にいる方のどっかの土管なんだよね。結局ここに帰ってくるだけか。落ち着いて、確認していこう。さっきの続きから。これは?ここに繋がるのか。今これいいのが二面だよね。裏面だよね。まずは、裏面側を確認しないとダメじゃん、思えば。ここに行く、入る、これは表面ですね。上は入れない。これは入れた。あ、間違えた。あぶね。これが今2で、これに入ると入れねえ。あれ?やっぱ完全に感覚狂ったわ。あ、死んだ。ただもうすでに一つ試してないやつが分かってて、これ入るじゃん。これで裏面入ったじゃん。まあいいや、食らっちゃえ。うわ、なんかあった。あ、待って、じゃあちっこいままで行った方がいいのか。完全に想定外だったわ。俺はさ、この、なんかあんのか?ねえのかな?この裏側の、一番最初の、一番左上の土管に何かがあるかなと思って、期待してたわけよ。ここね、この左上。この左上のあの土管。一応確認します。あー、ねえわ。じゃあこれが正解なんだな。これでも裏側じゃん?だからもう一回土管入んないとダメなんだよね。これが入ってゴールだったらいいんだけどな。オッケー、お疲れ。これ大丈夫かな ?9 月の24日にいただいたコースですね。大丈夫か?サクッと終われなさそうな気がしてならないんだけど。上級者求まれるのは困るな。やだよね。中級者あたりだからな。これはまあ素直にぶつけていきましょうか。壁キック。キックキックだね。ここは走って大丈夫。投げて、高いやつ高いやつ高いやつ。OK。ドア入って右だな。え、違った。スピン。ドアに入って、今度こそさっきのとこ。OK。うわぁ、三段ジャンプだ。っていうことは、0.1 秒でもいいから短縮しろってことなんだよ。よし。あー、違うっすよ。オッケー。真ん中だったよね。うわぁ!はい?やべ。なんか止まった。スピンが出ない、スピンが。スピンヒップ、あ、違う。スピンピーじゃ難しい。
多分そのスピンピーちゃんさえなんとかしてしまえばあとはなんとかなりそうな気配なんだけどな。ここどうだ、オッケー。おっと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 ポンポン2のサンガリア踏むゴール、オッケーなんだ最後最後めっちゃ簡単だったな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、チャオー。